自己肯定感をぐんぐん高める方法を紹介しますはいこんにちはライフコーチのミスターおかちですやり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい、えー、これまでの動画ではやり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあるそれは ライフスキルであるというお話をさせていただきましたいわゆる非認知能力ですでその非認知能力の中でも自己肯定感に決定 定的な違いがあるんですねやり抜く子は自己肯定感が高く投げ出す子は自己肯定感が低いんですよ。やり抜く子は自分で自分にイエスが言える肯定してそしてやればできるって信じている。で投げ出す子は自分なんてダメなんだ自分にイエスが言えず自分のことが大嫌いなんです。でこの自己肯定感というのは生きていく上でいや幸せになる上で最も大事なスキルであるというふうに僕は考えております。えー、今日の動画ではご家庭ででは家庭きる自己肯定 自己肯定感の高め方を、えー、と厳選しして1つ紹介したいいと思います、えー、今回の動画を見ていただけたらお子さんの自己肯定感を高める方法が分かりそしてあなたらしい子育てができるようになると思いますので、えー、最後までご視聴ください、えー、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための考え方や関わり方にフォーカスした動画を配信しています。えー、興味がある方はチチャンンネル登録ボタンをポチッと押して もらえたら嬉しいです。あと SNS でも毎日配信してます。概要欄からつながってください。はい、それでは行きましょう。今日は今日のテーマはなんだっけあれだな。あのブチって切れちゃったんですよ。さっきね12分のめちゃめちゃいい動画撮れたんですけどね。仕切り直していきます。えー、っと今日は。 自己肯定感を高める方法ですよね。えっとやり抜く子はとにかく自己肯定感が高いんですよ。自分で自分のことを肯定している。イエスって言えるんですね。やればできるって信じているんですよ。はい、これとても大事です。やればできるって信じているから、えっと行動するようになる。練習する。挑戦する。失敗しても立ち上がるんです。だからいろんな能力を身につけて結果が出てくる。その結果を出た自分を見て、上達した自分を見て、ほら自分はやれ でできるでしょってなってまた自信が高まっていくっていうこのね性のスパイラルが ぐるん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 回っているんですね。なんかどんどん自信が上がり、自己肯定感が高まり、どんどん一生懸命練習して努力をする。だから成長するんですよ。新しい能力、新しい知識を身につけて、望む結果を手に入れる。目標を達成できるようになるんですよ。で、目標を達成した、できたっていう達成感でもう一回頑張ろうってなって行動するんですよね。どん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 いいサイクルが回ってるんです。で、投げ出す子は、その逆なんですよ。 自分なんて無理なんだやってもダメなんだっていうふうに自信がなくて自己肯定感が低いだから失敗したら諦めてしまう長続きしない努力しない行動しない練習しないそうなると上達しないし成長しないしスキルが身についていかないだから目標が達成できないんですよで目標を達成していない成長していない自分を見てほら 自分はやっぱり頑張れない子なんだダメな子なんだっていってまた自信が下がるっていうこの負のスパイラルがぐるん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 回っていくってことなんですよ。じゃあどうやってこの負のスパイラルを断ち切って自己肯定感と自信を高めそして性のスパイラルを回していくのかっていうことですよね。 はい、もういろんな方法があります。行動を変える言葉がけを変えるとかね、えー、こあの言葉を変えるとかねあとは、えー、自分はできるんだって思い込むとかねいろんな方法があるんですけど特に9歳までは親御さんがその子供をどのように評価するのかもうこれがもうすべてって言ってもいいぐらい大きいです。自己肯定感にに大きく影響すするるんですね、えー、言いい換えれば親がイメージしている通りに 子供は育つということですこれね心理学でいうとピグマリオンの法則って言われてるんですけど人間っていうのは相手が期待している通り,な通りの行動とか結果を取るようになるということなんですねだから親がこの子は人見知りだこの子は頑張れない子なんだと思っているとこの子は人見知りで頑張れない子になるんですよそういうメカニズムになってるんですねはいこれすごい大事ですよだから親が子供のののことをどどどううう見るるるかか評価するのかどう捉えるのか のか、それ通りに子供は育っていくんです。はい。だから自分のこの子供のことゴミ箱やって思ってたらゴミ箱になるんですね。これね面白い話があって面白いっていうかまあ,あの興味深い話があって教室にね教室学校の教室ですよ学校の教室に同じ箱まっ 全く同じこういう箱を2つ2つ置い箱2つ置いてて1つの箱にはゴミ箱っていう紙を貼っときますでもう1つの箱には宝箱っていう紙を貼っとくんですよそしたらその1週間後どうなったか、はい、1週間後ゴミ箱って紙が貼られた方にはゴミがたくさん、えー、と捨てられてたんですで宝箱って紙が貼られた箱にはいろんなお手紙とかおもちゃとか、えー、宝物がお、あのーえー、と置かれていたっていうことなんですよ これこ,こういういとなんですねだからその子のこと「ゴミ箱」っていうふうに紙を貼っていたら紙を貼ってたらねあ自分はゴミ箱なんだって子ども自身も思うやればできないんだって思ってしまうそして周りからも「お前なんかどっか行けお前と一緒に出ても楽しくないね面白くないねもうキモいわ」っていうふうにゴミのように扱われるんですよ大切にされないでそういうふうに大切にされないことで、はああやっぱり自分なんてここにいたらダメなんだダメな子なんだって思 思っっててしまって本当にゴミ箱になってしまうんです。で宝箱宝箱っていう紙が貼られた子供はは自分は宝,宝箱なんだ大切にされていいんだっていう風に思うし周りからも「ありがとう」とか「一緒にいてて楽しいな」とか「役に立つよ」と「また遊ぼうね」って宝物のよように扱われるんですよその結果ほら自分は宝物だよね宝箱だよねってなってますます宝物が集まってくるっていうことなんですよ。同じ箱ですよ、まっ 全く同じ箱だけどどういう紙を貼るのか親がどういうレッテルを貼るのかによってその子がその子に集まってくるものが変わってくるんですよねだからど,どっちがいいかってことなんですよゴミを貼ったらゴミ箱ってあったらゴミが集まってくるそして宝箱って貼ったら宝,宝物が集まって本当にその子は宝箱になるんですよだから大切なことは宝箱ってレッテルを貼るんですよその子は宝箱なんだやればできるんだっていうレッテルを貼るってことですもう少し具体的に言えば どんな大人になっ？ 欲しいのかやり抜く子になってほしいとかね、えー、どこでも自信満々できてほしいとかね自立してほしいとかね幸せになってほしいとかいろんな考えがあると思いますそれを言葉にしましょうこの子はこういう子供になってほしいってそれを明確にするんですビジョンですそこの子供のイメージを明確にするそのイメージ通りに子供は育つからで例えば僕で言えば、えー、僕は子供に最高の自分を表現して自分らしくそして自分らしく たくましく生きていてほしいっていう風にイメージしていますそしてそのビジョンを持って子供と接してるんですそしてそのビジョンを持って次に大切なことそのビジョン通りに子供は絶対になるっていう風に信じるんです 絶対今はできていない今はできてなかったとしてもいずれその子の可能性は開花しそしてその子は自分らしく生きられるたくましく生きられる最高の自分を表現して生きられるって信じるんですよねイメージを持ってそうなるって信じるこれが大切です、はい、でもそれが難しいですよねいつも子どもの悪いとこが悪いとこが見つかって言うことを聞いてくれない勉強もちゃんとしないしいつもゲームばっかしているとそういう姿を見ているから子どものことを信じられなくなったり心配したりとかねで本当にそ と自立できもそうやって仕方たないことで人間っていうのはできていないところであったり悪いところに目がいくようになってるんですよそうすることで生存確率が上がるんですねいいところじゃなくてできていないところ落とし穴を見つけることが大事なんですよそれを見つけないとそこにはまってしまうとね骨が折れてしまうじゃないですかだからできていないところに目を向けるっていうのはこれはね人間の生存本能としてそういう,うにプログラミングされてるんで仕方のないことなんですよねだから悪いところを見つかるのは仕方ないだ だから意識的に いいところを見つけるってことです。だから、普段何も考えへんかったら悪いところが入ってくるんですよ。悪いところが見つかってしまうんですよ。欠けてるところが。じゃなくて、意識していいところを見つけるということです。意識してできたところを見つける。そしてそれを伝えるということです。これがね、とっても大事なんですよ。はい。だから今ね、真っ黒のサングラスをかけてます。何も意識せへんかった真っ黒に見えるんですよ、その子のこと。だから、意識でそのメガネを外すんですよ。で、ピンク色のサングラスをかけるんですよ。まあ、ピンクで。じゃあ、ピンクルに見えるでしょで。ピンクじゃなくてもいいところを見 見つけるっていうサングラスそしてできたところを見つけるってサングラスをかけるんですよじゃあその子のいいところできたところが見つかるんですよでもう少し具体的に言えばいいところを見つける方法それは3つのポイントを,を見ましょうねってことなんですよまず1つ目 まず一つ目は、ハビングですよね。子供の能力とか結果を見るということです。一、えー、番取ってすごいね。100点取ってよかったねって、えー。英語の検定テスト合格してお母さん嬉しいよって。その子の結果であったり、能力であったり、パフォーマンスを見て、それでそれに対して声をかけていくということ。これはとても大事ですよね。でもそうなると、結果が出ているときしか子供を褒めることができない。ポジティブなフィードバックができないということなんですよ。で、声をかけられていないときっていうのは、 ああ僕はやっぱり結果を出さないと嫌われるんだ認めてもらわれないんだってなって子供は結果のことしか考えなくなるんですね、はい、でも大切なことっていうのはその結果大事なんですけどその前の段階のドゥ i イングいわゆるプロセスであったり行動に目を向けるということなんですよ。はい、でこれすごい大事ですね。今日も頑張ってるねねとかね、えー、一番取れた すごいね。でもその一番取れたのは毎日頑張ってるからだねっていうふうに、そのプロセスの方に目を向けて声をかけていく。これとても大事ですよね。だって結果っていうのはコントロールできないでしょで、プロセスっていうのはコントロールできるんですよ。だからその人の最高のパフォーマンスを出すためには、コントロールできないものに目を向けるんじゃなくて、その子自身がどうにかなること、自分ができること、コントロールできることに目を向けさせてあげること、これが大切なんですよ。相手に勝つことはコントロールできない。でも自分がどどんな準備をしてうういう計画 してどんな練習をして次どんなパフォーマンスをするのかっていうのは自分でコントロールできることなんですよそっちの方に目を向けさせてあげるこれが親の役割です大人の役割ですそうすることでその子が不安、えー、その子が緊張が働いていて安心してリラックスした状態でパフォーマンスができるようになるということなんですよ、はい、でこの Doing プロセスに目を向けることも大事ですけども,もっと大切なことそれは「 ビーですその人の存在そして人格を肯定するということですあなたがいてくれてよかったよ生まれてくれてありがとうといつもいつも元気でいてくれるだけでお父さん本当に嬉しいわって、えー、あるご家庭では子供をぎゅーっとハグして充電中充電中充電中ありがとうお父さん今日も一日頑張れるわ みたいいなことをされている過程もあるそうです、えー、もちろんねあの年頃の女の子やったらちょっと嫌がられると思うんですけど9歳までやったらもう OK ですよもうそういうふうにもう言葉もそうやしもうスキンシップも全部全部総動員して子どもの存在を肯定するこのビーイングを受け入れるということこれが大事なんですよ自分が肯定されている自分そのものを肯定されている何を結果を出さなくても行動しなくても生きてるだけで OK なんだっていう感覚が備わっていくと自己肯定感がグーンと 高まっていくんですよ。はい、3つのポイントです。はい、ハビング結果。 結果とかパフォーマンスだけではなくてプロセス doing そしてそこにもフォーカスしましょうでそこにプラスしてビーイングその子が生きている存在していることを肯定するこういうことが大事ですよねっていう話でしたはいということで今日はお子さんの自己肯定感をを高める方法を紹介しましまた、はいえー、やり抜く子は自己肯定感が高いということで自己肯定感を高めるためにはえっと親御さんがえ子どものイメージを明確にすること子どものイメージを えー、言葉にすることが大切であるというお話をしました。なぜなぜら 親のイメージ通りに子は育つからですゴミ箱だと思ってたらゴミ箱になっちゃうんですよだからどういう子供に育って育ってほしいのかっていう明確にイメージしてそれをパートナーと話し合うことが大事ですね共通のゴールを持って接することで子供は混乱しないで済みますので私はこういう子供を育てたいなで私はこういう子供を育てたいなっていうのをちゃんと日頃から話し合うことこれめちゃくちゃ大事ですはいそれでそういうイメージ通りになるっていうのを信じるということですそのためには悪いところだけではなくていいところ できたところに目を向けて観察して声をかけていくということですはい結果だけではなくプロセスもプロセスだけではなくもう生きていることそのものを肯定していくそうすることで自己肯定感が高まっていくというお話をさせていただきました、えー、今回の動画少しでも勉強になったためになったおかっち頑張れマックスくんグレイトっていうふうに思われた方は、えー、チャンネル登録ボタンではもうもう押しごめんなさいよその前に、えー、っと高評価ボタン押してもらえたら嬉しいです、えー、っとこのチャンネルでは えっと、子育てを頑張るお父さん、お母さん、子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるための考え方や関わり方にフォーカスした動画を全力でお届けしていますえー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。あと、無料 line 講座でやり抜く子の育て方をリニューアルして解説させていただきました。そちらでは週に1回、動画とかコラムとかテキストメッセージでやり抜く子を育てるための具体的な声掛けとか、具体的な環境の作り方っていうのを解説しています。そこで質疑応答も受け付けてます。 でので、えー、概要欄からちょっとチェックしてもらって、友達追加を押してもらえたら、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ジエンド。それでは、ワンラフな一日をお過ごしください。バイバーイ。